はい、いいよ以前言ったな、うん、武器商人白市民パスの話うんあれお前とそういえば会話した時なんか噛み合わないと思ったんだよはああれ誰の話だと思うちなみにえ武器商人ああ白市民パス持ってる武器商人え誰って分かんないやつじゃないのかまだそうだようん、はあ、ここだったりあるいや分かんねえけどなんかそれこそ武井が追ってたのは あのなしま違いますえいやなし、ま、もう最近一人歌姫シャンプロから辞めましたシャンプロクビになりました<え>知らないですかシャンプロに所属してる歌姫が一人辞めましたシャンプロこうごめんそれ知らない ヒント BMCBMC ヒント仮面ヒントうん、おうえうさぎさんはいはいはい武器商人でした <laughs> えまあちょっとこれははしょって言ったんですけど<え>うさぎさん あの武器作ってオールインに渡してましたえ <laughs>、はい。っいやえあのこのこの数数日ってか数週間ああ事実確認全部してましてやっと事実確認が終わりました<え>シャンプロをクビになった理由は音楽性の違いとかなんかプロモーション何だろうマネジメントの違いらしいですああちょっと経緯を説明しますねちょえ うさ,ぎさんが武器商人、はい、っていうか<ん>まあ <laughs> オールインに武器を作って横流し横流しっていうか、まあ、ちょっと言いましょう,う <laughs> まずオールインの依頼でウサギさんがハウジングしてたんよオールインのアジトはいはいはい、はい、まあまあまあ、まあ、<そ>これに関してはオフィシャルなやつだからそれは全然いい,い,いっていうかまあある話だとうんでそのハウジングしてるときに オールインからクラフトしてみないって言われて時間があるんだったらみたいな感じでうううんうん、うんまあニュアンスはちょっと聞いた話だから、うん、あちなみにこれ一応えオールインのウサギさんをその見ていた人とうさぎさん本人とオールインのボスから聞いた、えー、と事実確認ですはい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 クラフトの素材を渡すからクラフト依頼をされてあ,あ,あの… <laughs> ナイフとか銃作って 十は4兆ぐらいオレンに渡しちゃったらしいですダメ,でダメじゃんダメだよねダメじゃん、ね、ダメですただえ,クラえっとまあ先に言うともう今はやってないともう<お>あ,あやってないし一応これをちょっと説明させてほしいんだけどうん佐ささんは自体はその要はボス、うん、オレンのうん これ犯罪じゃないですかって聞いたらしいんよ。うんうん。ボスから犯罪じゃないって言われたらしいよ。う<あ>一応俺もね、法律を調べたよ、再度。うんうん。武器作って渡すっていう法律ないです、この町。お<ー>もう一応見てみてくださいあの。そういう法律なかったです。武器流通に関する。 そうで武器,武器作って持っとくのは銃刀法違反なんだよやっぱそのガンライセンス持った状態で登録してないのはうん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 ただ渡して売るっていう法律はダメっていうのはないんですよないんだななるほどなうんなんかあったとうもう一回見てほしいそうだからうボスがないって言ってるのは間違ってはないのよないねだよ<ー>ないのよ びっくりだよねないんだなかったびっくりした俺もさばけねえんだこれはいないんですよはあ<ー>ないよりのないなのよああないのよえってことはってことはえどうなんの俺ただね法ではさばけないのようん、うん、だから法追加したらうん <laughs> 確かに違法だわ。違法っていうか、倫理的におかしい。倫理的にはね。倫理的におかしいということを法で制定するのが新たな法だと思う。課長。うん。法を作ったの誰だ市長だ。最近、武器商人の話がよく出てるけど、ああこれ、あれと一緒だよ。闇メカと一緒だよ。うん,うん。結局、裁けねえよな。確かに。 やてるよなこっちあそういうことかまたやってるよなまただよなまたかまたあいつまたやってるよなまただまたやってるなやっぱだなもうもう絶対あいつだもうあいつだなもう絶対そうあいつだなもう絶対そうまたやってんな確定だあいつだなもうあいつしかないもうそうもう抜け道作ってこうやってやらせてんだやってるなやってる山下だな山下だうん山下だ捕まえよ山下 山下捕まえよ <laughs> 捕まえお落ち着いてくださいちょ,ちょ,ちょまだそのまだラグナロックじゃないですダメまだ最終戦争じゃないですもう裁こうぜあいつ <laughs> もうジハードはあるある,あるけどまだまだっすダメかまだっすね、まあでもばけないのよ今もうだから、うん、そのでも持ってたらもう銃刀法違反だけなんですよでもその銃刀法違反で武器を持ってそれをまあギャングに流通させてるってどう考えたってやばいだろうだから あのーまあ、先に言うとウサギさんのやったことって、うん、罪には問われないんですよそうだな厳密に言うと銃刀法違反だけってことだよな法律はね、うん、ただ白シミパスの記述見てほしい、うん、ほうほうほうギャングと親密な組織関係がないのが白シミパスの条件そうだなそうだなそうなのよだから、うん、俺はねあのまず法ではウサギさんはこれ今回裁かれるかどうかの判断をして銃刀、うん、法違反だけだなとうん うん、死がないんだから法律がそうだなそう、で、じゃあこの白シミパスの件でしょ、あのー、さ調査してたのよ、うん、で現地取って全部からうサ、ん、ギさ,さんはまずこれが犯罪じゃないか聞いたらしいんよああ<ー>ちゃんとルインにほう犯罪じゃないってモンディから帰ってきたんやほほほうほうほうで、モンディからモンディもき聞いたら現地取ったらその通りだっつってうんうん言ったけど犯罪じゃねえよなっつってうんうん ただ、白紙民パス的にはどうなんだって俺が言ったら、それは俺知らねえよって言われて、うん、うん,うん、うん。お前じゃあ,あの、うさぎさんと俺ルの関係どうなんて聞いたら、うん。いや、全然親しくねえよ、別に、つって。うん。ああ、単純にハウジングしてもらってて、うん。ああ、その場でクラフトを作れるかって聞いただけだよって。別にそんななんか武器商品とかそういうのねえよって。うん,う,んうん。吐き捨てるみたいに言ってたから、多分本当にないんだと思った。ああ、なるほど。うん。そう。 ただ、やったことは事実だから、うん、そう、俺はここで思うんだけど、これで白市ミパスを取るっていうのは、ちょっと違うんじゃないと思ってる、うん、うんまあ、もちろん、情王もちょっと入ってる、同じ BMC の社員やから、そうだよな、入ってる、まあ、キャップが考えうる一番嫌なパターンだよな、それは、まあ、別に、まあ、やったことは罪だから、最悪取るっていうんだったら、うん。 それは受け入れるけど所長の判断所長ずっと待ってたんですようん所長に判断してほしい最終的な判断はうん一応うさぎさんからはうさぎさんは犯罪じゃないっていうふうに聞いてたからやってたし、うん、ここで白エンパスを取られるまでのもんだとも思ってなかったとうんうん、うんうん、ギャングからは別にうさぎさんとそんな親密な関係ないっていうふうにまあギャングの嘘かもしれないけど本当にそれだったらここまで要はうさぎさんちなみにね自分から言ってくれたんよ、うん、やってますって ま、事の経緯は違う人から俺に伝わった事件なんだけどもう自分から自首しますって言ったんよなるほどなそう取られてもしょうがないとうんあでもちょっと俺はその自首っていう面と、うん、事実のそのなんだ客観的事実も含めてこれで白シーパス取っちゃうともっと取んなきゃいけないやついっぱいいると思うこの町にうーん上場酌量のまあ余地があるんじゃないかなって、うん それでキャップこの前上場酌量がどうこうって俺に話してたんかあ,あそうですよそういうことあの手震えながら喋ってたよ <laughs> あの時まあ俺はもうそんなもの武器をギャングに横流すやつなんて <laughs> ああ上場酌量の余地どころか国家反逆罪だとそうですあ,あ,あのもうあ終わったと思ったよどうにかして救えないかって、まあ、材料取ってきたよ事情はいろいろ聞いたうんなるほど<で>それだったらまだ うん、そうだな武井よりは全然救いようがあると思うあの一緒にすんのやめてもらっててん <laughs> <laughs> <あ>天秤だとあの竹井の方が重いんでいや重す,ぎもう重すぎるからないや、うん、でもまあ本当に真面目にそのことはまだどうにかなりそうだけどなでもキャップ的にはどうしたいまあでも,何でもやっぱやったことは倫理的にはもうだめだからうんうんだだしあのー まあなんだろうなうーん俺はうさぎさんに怒ったのはな、うんでギャングに聞くのってそうだなうん俺いるじゃんそれはそう俺を警察としてみ見てないのはしょうがないかもしれないけどあ、まあ、まあ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 そこは置いといて、うん、俺に聞くか警察に聞くのが良かったんじゃないってそうだよな法を聞くんだったらギャングじゃなくて警察だよな <いっ S 2> 普通はな ああうん。一時の知的好奇心でそう行くのは違うんじゃないって、この件、一月前の話、ちょっとひ月前に立っちゃった、ひ月つっちゃったから、いろいろ事実確認してたら、でうんまあ、いろいろあって、俺も間違いなかった時あったから、うん、ああちょっとね、だから長くかけすぎちゃったっていうのもあるから、まあ、時間的なあれと、まあ、事実も含めて、ちょっとバばバにだけ相談してたのよ、この件。ほうほうほう ちょっとね、プロファイル見てほしい、ダッシュボードの。ウサギさんって検索してもっていい?。うさぎで検索してもっていい?。うさぎ。ちょっと待ってな。あ,あ出てきた?。山田パルコって人出てきた?。<laughs> え。出てきた?。いや。いや。<laughs> <laughs> 山田。<laughs> 山田パルコ。山田パルコさんが出てきたんですけど。<laughs> はい。山<田>。<laughs> こうさぎさんらしいですああ山田パルコさんがはいよくわかんないですけど僕も <laughs> これもちゃんとこれ誰って聞きますけど本人に来たのちょっとあのね武器をめっちゃ持ってるんやすごいねお手榴弾まで登録してるんよお<ー>これもう募集するのが落としどころなんじゃないってババアに一回ねそうなんで持ってんのだと聞くけどななんじゃこれって私武器商人ですって言ったらもえんけと思って まあでも,大で,でもね、真面目に登録してる人なはずないよ。そうね、でもやったことが、そ<う>真面目に今まで登録したかどうかでやったことがなんだけど、こういう時はやっぱ、俺はね、キャップ、うん、裁判だと思うんだよ。裁判。刑事裁判。なるほど。刑事責任が、有無が問われるかどうか、彼女に。うん えっと彼女が刑事責任あるかどうか執行猶予がつくかどうかなるほどだからこれもオープンな裁判じゃなくてクローズドな裁判で、うん、裁判官とそのえっと弁護人まあ弁護人うんまあそうねけ、うん、検察はキャップだなこの際うん、うん、でえー、っと どうするかっていうのを法,法で問う裁判で問うっていうのも一つだと思うんでなるほどうん俺らで決めきれんなってなったら所長としてはどう思ってるうーんかなり難しいねそのいやもう法ベースでいくんならアウト <laughs> アウトっていうか その法整備しないとこれやられ放題になるからまあそれってでも法をまず作んないといけないからそうそうだなそれは相談だなそうでただそのキャップの言う上場酌量の余地はあるとは思うああうんたウサギさんがとんでもない悪党だった場合我々はとんでもない弱みを見せることになってしまうウサギさんはそこまで信じれるんだったら 確かに俺も信じたかったけど、うん、山田バルコのこれを見たらこれは何でってなってるからそうここまで聞いてないんだよね山田さんね本名が山田っていうことを本人は言ってもない山田さんは山田さんは山田さんであることをキャップに隠しながら生きてきたと、まあ事情はあったと思うただなんでプロファイルに山田さんが載ってるのか今でよく分からない <laughs> まあいいや山田さんは置いといて、うん、キャップはどうしたい どうしたいいってうううかキャップはどう思ううーんまあ俺を信じて、うん、自首を今止めてくれてるんよ正直自首したら、うん、すぐ取られるかもしれないしうん、うん、俺は事実確認したかったから俺を信じて待ってもらってるうさぎさんにも答えてあげたいっていうのと、うん、これをこれで取っちゃうのは正直 法なんだろう白シミパスの定義としては正しいかもだけど多分、町をいろいろ変えなきゃいけなくなる可能性が高い町の断りを山田さんの件でなるほどねうんでまあ自首っていうのとその一応本人からしたら警察じゃなくてギャングに確認しちゃったっていうの落ち度はあるけど、うん、事前に確認を取ったっていうのもあるから、うん このプロセスも含めて、まあ、白シミパス没収じゃなくて、武器ライセンスの没収に、ちょっと、してあげたいかな。個人的には。うんうん、和田さんについては。あと、あの、セラピー受けさせるか。うん、それは、はそうだな。犯罪者改心セラピーみたいな。うんうん。 あの何,を何がやっちゃいけないことだったかみたいな今回そうだな、うん、誰がやるそれオルトキャップわかりました、うん、セラピー受けさせますセラピー受けさせようだから本人は悪いと思ってやってたんだったら悪いことを教えてあじゃあ、えっと、悪くないと思ってやってて悪いって反省してるんだったらこういうことに気をつけなさいって前科があるものに対しての構成プログラム、うん うんまあ、構成プログラムだねそうだなあ,あ,あと、まあ、BMC は広島ンパスないと入れないのよああっていう面もあるからまあ、ごめんなさいこれ警察官と失格ですよ私は情、うん、がありますよさすがに一緒に働いてたならだからこれが武井がやってたっていうんだったらあどうぞパス奪ってくださいって言ってるよ <laughs> うん、あ酔った勢いで武器打ってたって言ったら <laughs>、はい、あとこれがもう例えば違うやつだったらもう別に、うん、あの私はここまで頑張りませんよ、うん、例えばその辺のなんかバカが武器流したところであーあ昇進、あのー、パス帽子よやくたばれって言うけど、うん、山田さんなんでまあこれまでの関係値があってなはいうんだから BMC にもまだ言ってないんだよこれはあ うん、いやそっかまあそうだなで所長ああ身もくたもない話一個するけどああ多分やってるやついっぱいいるこれ白市民であ,あ絶対いるまあ氷山の一角なんだろうな結局要はさバレちゃったかバレちゃってないかなと思うんだようん 彼女はばれちゃって、うん、俺に伝わっちゃって本人も俺に言うしかなかった、うん、言うしかなかったっていうか言ってくれたちゃんと、うん、そこはちょっと評価じゃないけどまあ上々抑止酌量の余地があるんじゃないかなと思ってるようんかなどうすかこの案件さっきの件と比べて同じぐらいでしょだい,だいぶ重いけど 重いっしょでも武井よりは上場したくれのうちあります全然あるすごいね武井よりあるって全然ある全然あるし武井より助けてあげたいって気持ちあるでしょ助けてあげたいさっきと全然違う助けてあげたいホンにどうにかして武井は首そうだな100点だよ所長首首首ああだなもういいあいつは首で だから、引き取り先を考えなきゃ武井のうんないよ、マクドナルドに相談しようと思ってる、うん、絶対嫌だと思う <laughs> 武井庄司、いる <laughs> 武井庄司の話ちょっとね、俺もね、補聴したかった話もう一個あったから、何あとであうさぎさ、うさぎさんの件、じゃあちょっとい<や>、うさぎさんの件はでも、まあそうね、その裁判するかどうかちょっと、俺もしていいと思うけど、ど誰を訴えるの 刑事裁判って、俺よく分かってないんだけど。いや、だから竹、竹井、武井じゃな、武井には罪あります。竹井には罪があります。竹井じゃない。えっ、ー、と、山田さん。山田さん。山田さんが、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と。どこまでの計量になるのかっていうのを。その。検事側と、えっ、ー、と、その山田さんの主張で。 オッケー分かったじゃあ,あ<の>簡易裁判は裁判所でやりますかそうそれで決定したやつで、えー、動くとでセラピー受けさせると分かったうんまあそれでもう没収だったらうんそうだなああババア今言ったよ山田さんの件山田さんねそう山田さん,田さんちょっとびっくりした,たゆ山田の優さんね 山田の U じゃないですね <laughs> 山山田の P ですね山田の U 何山田の U の方もあるの何山田の U って USG u さんじゃないのああそうですああ u う,そう、うん、G ですそうですそうそうですあ、うん、そうですああそうですああそうでそうですああてそれでねはいはい、うん、山田の U の話してで所長は竹、まあ、よりも上場てくれるうちがあるとだから刑事裁判で どうするかっていうのを判断するのはいいんじゃないかって快、えー、的なもうあのー、オープンじゃなくてクローズとな俺と所長と、えー、山田さんと崩しおさんで俺検事って言っても俺かばいたい方だから俺検事するのよくないじゃない所長じゃないいやでも事件の詳細を事細かく知ってるのはキャップだろうまあそうだけどそ,うそこはかばうんじゃなくてあくまで仕事で検事としてちゃんと 私がウサギさんの血のシーパスを奪うよ。えっえ <laughs> <laughs> ちょっと待って、第三勢力私が検事になって。ああ、そういうことか。やばい奪うよ。負けちゃうよ、俺。いや、でもまあ、それでもいいんじゃないか。バ,バアがことを細かく知ってるんだったら。ああ、言ってるね、全部。うん まあるる程度は聞いてるね、まあ、今回の,その争点っていうのは法律がないっていうところとでその白市民パスの定義っていうところだよなであとウサギさんのまあその態度とかえっと事情を鑑みてどれほど上場酌量の余地があるかっていうことだよな、ね、キャップ。うん 山田さんの態度、自首してきたっていうこととか,もか総合的に含めて、第三者がどう判断するかっていうのをちょっと見れた方がいいんじゃないかなって思うんだけど、そうなの、俺だったらちょっとさあの山田さん寄りになっちゃうから、そう、キャップがここで判断するのは山田さん寄りだし。 でそのキャップから話を聞いた俺だとその結局人づてかつその山田さんの意見によった話を聞いた上でだからまあでも馬場も俺から聞いた話だも、ね、まあそれはそうかまあとはいえね一回くずしろさんに相談するかそうだねその俺は第三者じゃもうなくなっちゃってるからね警察組織だからくずしろさんにじゃあ決めてもらうって感じでうんやるかうん、うん 最終的な判断ウサギさんと俺との話聞いてクズ城さんそうだからもう山田さんにはまあ、あの、上記の件裁判することになったそこで責任を追及することになったっつって伝えて出廷命令というか、うん、もう弁護士とかじゃなくて警察の事実山田さんの事実言ってクズ城さん判断お願いしますって感じでそう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 はい分かったうん奪うよ白シパス <laughs> どの立場やねんそれはもうまあでも検事としてはその仕事だからなババアじゃ検事やるうんまあ,あそう私がやるよ俺どうしよう弁護人じゃそうだなうんで俺はその、ね、まあ傍聴席で聞いとくよ<笑><笑>あ <laughs> 一番おいしいやんけ <laughs> いやもう何かやれって言うんだったらやるけど 何かやあれかむずいなまあ傍聴席いてください所長として、うん、まずいなババはケンジか <laughs> ちょっと逆転ケンジプレイしとくから、ね、逆転ケンジ逆転裁判やっとくかよし山田さんの件はじゃあそんな感じだなはいじゃあくず城に連絡だ次はでこういうのができるかと相談 えー、2枚食ったあと3枚はなんだえーっとあと2枚俺知らないなんかババアが4枚あるって言ってたから <laughs> ああまあなんか4枚ぐらいありそうだなと思ったんだけど適当かい<ー>えーっとね、うん、まあえー、闇メカの件であ,<ー>あの藤子に電話するって言ったやつってあれどうなったんだよああそうだあ<ー>あまだだ昨日藤子を捕まえたのよお<ー> <laughs> そうだな その、高橋フォロンが、まあいろいろあったんだけどね。うんうん、うん、うん。まあちょっと、それは別件で話すとして、うん。なんかあのー、偶然砂漠で見つけた藤子が武器を持ってて、ほう。それを捕まえたのよ。ほうほうほう。で、銃刀法違反。あの、手錠を持ってたのよ。はい,はいはいはい。だ本人曰く武器を。 えー、今作って警察署にシリアル番号を登録してもらいに行く途中だったと。うん。うん。っていうことだからね。まあただ手錠を持ってるのは銃刀法違反だから。銃刀法違反で切って。まあとなく。でシリアル登録したのよ。うん、サブマシンガン5丁ぐらい持ってたっけね。うでその時思ったのよ。うん。そういえば藤子にバウアー連絡するって言ってたけど、あれどうなったんだろうね。 あのー、お前のメカニックの立ち入り警察が完全に止めたわけじゃなくて怪しい行動あったら全然立ち入るからなっていう件だよなうん、うん、言ってない <laughs> まだ言ってない <laughs> <laughs> あ<ー>じゃあまあそれは後でよろしくっていうことでいいうんえその時に従業員リストも提出してくださいっていう感じでそ,うそ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 ううんいいかしらまあちょっと またねパウは日程次第みたいなところあるかもしれないけどまあだから藤子がいる時にだよなそうねえっていう感じでそれは言たらもうやろうそれは、うん、あれだよなあの毎回俺毎回忘れてるけど毎回確認するけどあの、うん えっと警察が立ち入れなくなってるみたいだけど別に怪しかったら普通に立ち入るからなっていうのを伝えるのと従業員名簿を出してくれっていうのを伝えるってことだよな、うん、で,で出してくれなかったら、うん、まあちょっと市民としてどうなんって感じっすね出してくれなかったらなんか出してくれなかったらそもそもどうすんだっけ <laughs> 出してくれなかったらどうするんだっけそもそも出してくれないんだったらもう闇メポの運営はちょっとってなっちゃうんじゃなああもう運営し次第影見え次第摘発対象ってことかそうなっちゃあはい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 そうか、ねまあ、みんな守ってるから、ね、そうだねそうそういうことだうん、うんうん、出してくれるでしょうそこまで言うんだったら で名簿にやっぱないやつがあそこでやってたら捕まえていいってことだよね。うん。っていう感じで大丈夫大丈夫。じゃあ次いくよ。はい次。まだあるんだ。<laughs> いやこれは全然大丈夫です。<ー>はい次。あのなしまかなの話、今指名手配ないけど、いたりしないかそれだ。よし、ちょっとがん電話かけてみるか。 かかけてみるかいなくてもおかしくないとは私は思って、まあ、いるんならばだからワンチャンにかけてかけて,かけてみよう、うん、いません、はい、じゃあ次行きましょうはい次いた,らいたら話だね。うねいたら、えーまあ、これはもう話したら終わりだからね実質、うんうん、じゃあ次ねはい次 n e、えー、オールインとのホストの件についてああ <laughs> 出た あったね。あったね。どうなった、うん、あれ、俺がいないうちに、えー、<お>昨日22時から、かからえー、今日の AM、あきまあそうなんです。えー、っと、もう日付変わってんだね。うんうん、9月14から15までの開催で、もう終わりました。どうだった終わったんだよ。まあ、みんな楽しんでたよ。 うん、楽し <laughs> そうだったよ。あれで、私はね、ハンス、ンガーストライキ。あ,あ、ハンスト、そう。うん、私はね、ハンガーストライキ、なんか、不満を持ってるやつがいるらしいと聞いて、私はハンガーストライキを計画しようとしたのよ。うん、で、いろんな店舗回ったんだけど、なんと、ああ私に賛同しようとするやつは一人もいなかったのよ。なんとそう。つまり、あのイベントに、 文句のあるやつは一人もいなかった。ほうそういうことだな <laughs> そ<う> <laughs> す。すげえ人情者になった<ー>。あ、<laughs> これはだからもうこれ以上だ、なんかい、とやかく言われる筋合いはないってことだ。ないね。不遂だよね。これ、追求するのはーー。ほう、なるほど。ということで、調査した上でそういう結論になったっていうことをちゃんとオールインにも伝えてあるわ。はい,は,いはい。なんなら、住民がみんな楽しみにしてるって言ってたのよ。あ うん、だからそうみんなが楽しみにしてる素晴らしいイベントだから頑張ってねって声かけてたようん、うん、それでその件はもう終わりだよ無事に終わったみたいだしじゃあ OK それはもう OK うんよかったよかった、うん、終わりまあちょっと と、そうだね。あなたあんまり関係あるかどうかわかんないけど、一応会ったことだけ言っとくよ。ああ、オッケーうん。えーっとね。えー、まず、山田会議。うん<あ>。そう、辞めた。あ、辞めたんだ。辞 <laughs> めたんだ。へえ。ー。うん。それは私に教えてくれたようん。って言うやん。<laughs> 共有してもいいよって言われたけど、なんか私あんまりやる気起こんなかったから共有はしてないけど。 うんうん、まあ一応伝えとくよ、うん、だからその後なんかねバーガー屋開けてたみたいなうん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 まあその程度だねあいつは <laughs> なんでやめたんだろう,いいないだろうさあまあいろいろあったじゃないなるほどねやりたいことができたんじゃないそういうことか、まあ、あ<ー>なんかそんな目、まあ、してたよならまあしょうがないか燃えてたよやつの目は <laughs> いいんじゃないかなじゃあ次の話題ね。うえ高橋ホロン DEP クビ。あ結局昨日そうなったんだ。クビになったんだ。遅かったな。むしろ。そうだね。まあ、もともとその、えっと、以前からみそぎとして、バーガー屋で10億売り上げるとか、いろいろ課せられてたんだけど、それが、まあ、一応、 急ぎを達成したっていうのかね、なんか、急いだっていう判定になってゆる、髪の毛生やしてたのよ、あいつ。うん、なんだけど、まあ、やっぱり、そこを不良というか、うん、昨日ね、えー、っと、パトロール中のボイラテンガリンが、うん、あの薬を売ってる高橋コロンを捕まえて、それがなんか街中で売ってたっていう。 のが、まあ多分 DEP のルール的に、その、社内規定みたいな感じかねのに。停職した。まあ、そうね。うん、うん。どうなのみたいな感じだったんだろうね。加藤厚からちょっといろいろ聞かれて、ね、まあ、あいつが加藤敦の部下だっていうのは私は知ってたから、まあひ、必要な情報だけは与えたのよ。うん。そしたら、その結果、えー、首、 といういことになって <laughs> やつはあの昨日の、まあ、4時ぐらいかね、うん、旧モザーアジトであのダウンさせられたりとかしてうんうんまあ警察署に来て違法薬物持ってたからプリズン送ってプリズンに出た瞬間にロケラン撃たれたりとかしてクビになったわ <laughs> えクビなんだうんなんか 連動してますね昨日もババアって言ってたけどうちの問題児と高橋五郎がか確かにそうなんか惹かれ合うみたいだねやっぱ <laughs> やっぱ同じ <laughs>、まあのだいうかそうだねうん<ー>やっぱ首になるタイミングとかも似てるっていうかうん、うん、そっか高橋論ク首か 高橋さんの首だから。じゃあや無職なんだ。おお、翔二と一緒じゃん。翔二まだ無職じゃないよ。あそっか。これこれからだよ。これそうだ。うん。まあそんなところかね。私から言えるのは、うんなんか判断が必要なことなかったっけ確か。なんか忘れてる気がするんだよね。いやもういいんじゃないか。もうもうだいぶ今日俺判断したけど、もうあるまだ。 はん判断材料。ああ、まあ一応あるんだけど。あ、それは今度でいいわ。ああ、今日じゃない。うん。うん、まあちょっと助かるわ。もう <laughs> お腹いっぱいですかお腹いっぱいもう、頭は余ないね。あ、そうステーキを。本当に。食べたからね。ねえ、ほんに。ゲロ吐きそう。<ー>うさぎさんの件って、共有はされるの警察繋で。まあ、オールイン、 が結局さもう全部知ってるからそう知ってるから<う>正直しないといけないなとは思うけどねなんか知った時に上層部だけ知ってたっていうと対議士も出てくるし不満も出るだろうから言いますよ、うん、またそうやって対議室でばっかり決めて <laughs> ってなるから言いますよまあ一回そのくずしろさんにはもう DM 送りましたうん さうさぎさんはまあうさぎさんはど,どうにかなる話というかまあくずしろさんに話してそうね判断してもらうっていう感じであのー、そこでまあなるけどちょっと庄司はあのー、どうしようみんなはもう別に意見は いいや、所長に従いますよな,ないっていうかあれかなうん、じゃあ通達でいいかな <laughs> 本人の話 <laughs> 聞いたら一応いやそれは本人もちろん聞いた上でまあもうね覆ることはないと思うけど本人からそのああ一応まあどういうつもりなのかっていうのを話を聞いてそうだ,、うんそうだ それでそれでちょっと <laughs> ちょっと待って、サブローから電話。まあちょっと、ね、<ら>真剣に話してあげてちだっと、ね、ああょサブローにはちょっと悪いことしたちょっと思ったよ。どどういうこと急に少女の話ギャグに。<laughs> ギャグになってだから <laughs> ああ。ああ急に笑いだしちゃ。う <laughs> なんだよ。 こっちは真面目な話してるのに。ちょっとごめん本当に俺全然わかんなくてそれどっちかっていうのが。うん。ああまあまあもう笑うしかない場面もあったからしょうがないんじゃない。ああはいはいまあサブローは当事者だから笑えない部分が多いんじゃない。いやそだからちょっとまあいいやちょっと一旦サブローに電話。電話しなさい。うん。電話しなさい。はい。あ申しもごめんどうしたた。くさん来てる駐車場。はいはいはい対応します。 はい,はいマクドもうさああ<ー>いいよマクドお前お前らお前も癒着か違うえっとこれはちょっと俺にも非があるえまたかいやツアーやるぞ「うんツアーやるぞバー君」って言われたけどいや俺はもうツアーやんないよお前借金ないからなお前ツアーやんないよでもお前久々だったから話したいわって言ったからじゃあちょ,ちょっと話,話していきたいんじゃない うん、ちょっと5分10分ジェットコースター乗ってくる。そのにうん。キャップと喋ることあるからそうジェットコースター乗って。きます